こんにちは。エラと共生進化機構プロジェクト研究総括の深津武馬です。今回ご紹介するのですね、ゴキブリ。ゴキブリの共生微生物です。で、いろんなゴキブリのね、写真とか動画がたくさん出てきます。ちょっとね、苦手な方いらっしゃると思うんで、そういう方はご注意ください。人家に住み着くゴキブリ、これ衛生害虫、そして不快害虫として、多くの人がね、大嫌い、意味嫌われていると思います。これはおなじみの黒ゴキブリ。これもよくいる茶羽ゴキブリ。西南日本や沖縄ではワモンゴキブリがよく見られます。しかしですね、実は人との接点はほとんどないんですけれども、野外でひっそりと暮らしているゴキブリもたくさんいます。これは夜の雑木林のヤマトゴキブリ。樹液の出ている木に集まります。雑木林の葉っぱの上で森茶羽ゴキブリがくつろいでいます。林の落ち葉や朽木の下には薩摩ゴキブリが住んでいます。ゴキブリは熱帯性の昆虫なんで、沖縄など南西諸島で多様性が高いんですけれども、日本最大種の八重山マダラゴキブリ、まるでダンゴムシみたいなヒメマルゴキブリ、美しい瑠璃色を帯びた瑠璃ゴキブリ、さらに世界に行きますとですね、綺麗な色や模様のあるもの、巨大なもの、戦車みたいなものなど、驚くようなゴキブリがたくさんいます。そして実はですね、これらの多種多様なゴキブリ類っていうのはほぼすべて体の中に共生細菌を住まわせるための特別な細胞を持ってるんです。私たちにとって、最も身近なゴキブリの一つですよね、茶羽ゴキブリ。この細胞内共生細菌をちょっと観察してみましょう。これが茶羽ゴキブリです。これ人類の活動とともに世界中に分布を広げてまして、衛生害虫、不快害虫として問題になってます。皆さんも見たことあると思います。じゃあそれじゃ、この茶羽ゴキブリの体の中っていうのは一体どうなってるんでしょうか。麻酔した茶羽ゴキブリ、これを生理食塩水の中で解剖いたします。まず足を切除します。腹部腹板を取り外していくと、消化管や脂肪体が露出します。これが摘出した脂肪体です。フィッシュ法で細菌のリボソーム RNA を可視化する。そういたしますと、脂肪体の中に細菌が極在した細胞、すなわち菌細胞が多数存在することがわかります。菌細胞の細胞質中には共生細菌が充満しています。取り出して DNA 染色を行いますと、細長い形の間菌であることがわかります。透過型電子顕微鏡で観察するとこんな感じになります。茶羽ゴキブリに近縁な野生種の森茶羽ゴキブリ、これでもですね、同様に脂肪体の中に共生細菌を収納した菌細胞が存在しています。さらにヤマトゴキブリも、黒ゴキブリも、中東ゴキブリも、アルゼンチン森ゴキブリも同様にですね、脂肪体の中に共生細菌を収納した菌細胞が存在しています。これまでに調べられたほぼ全てのゴキブリ類でですね、このように細胞内共生細菌の存在が確認されています。このようなゴキブリの細胞内共生細菌、これ一体どこから来たんでしょうか。これはゴキブリ類の分子系統樹、そしてそれらの体の中の細胞内共生細菌の分子系統樹になりますけれども、分岐パターンがほぼ完全に一致しています。すなわちですね、原生のゴキブリ類の共通祖先で、すでにこの細胞内共生細菌との関係が進化していたものと推定されます。この細胞内共生細菌は
ブラタバクテリウムと呼ばれています。このシャバネゴキブリなんですけれども、お尻に何か大きなものをつけています。これがシャバネゴキブリの卵巣です。シャバネゴキブリのメッセージは、卵巣というカプセルの中に40個ほどの卵を産むんですね。で、幼虫が孵化するまで1ヶ月程度微端に保持しています。卵巣の中はどうなっているかといいますと、この断面を見ると分かるんですけれども、三日月型の扁平な卵が2個ずつ向かい合わせで配置されてまして、それがたくさん並んでいるということが分かると思います。卵巣の中の卵は1ヶ月ほどかけて発生します。そしてこのように孵化します。フィッシュ法で共生細菌を可視化すると、肺発生の早い時期から共生細菌を保有する筋細胞が形成されて腹部に極在していることが分かります。肺の筋細胞を拡大するとこんな感じです。共生細菌が筋細胞の細胞質に極在しているのが分かります。すなわち細胞内共生細菌は母から子へ、卵形成の過程で垂直伝達されまして、肺発生の過程で筋細胞に極在することが分かります。ゴキブリ類と細胞内共生細菌が進化の履歴を共有している、その基盤となっているものと思われます。ちなみに孵化したばかりの幼虫は、このようにですね、真っ白で透明感があって細長くて、ちょっと可愛らしいんですけれども、孵化後数時間もすると色づいて、平たくなって、なんかちょっとゴキブリらしい姿になってきます。世界からゴキブリは約500属4400種、シロアリは約300属3000種が知られています。で、熱帯亜熱帯地域で大繁栄しています。日本はゴキブリやシロアリの自然分布としてはほぼ北限にあたります。で、これがですね、先ほどのゴキブリ類の系統樹なんですけれども、この中にシロアリ類、これが含まれているのがお分かりでしょうか。かつてはゴキブリ類とシロアリ類はゴキブリ目とシロアリ目という異なるグループに分類されていました。ゴキブリ目は毛翅目とも呼ばれていたんですけれども、非社会性で朽木食性から雑食性です。一方、シロアリ目は投資目とも呼ばれていたんですけれども、高度な社会性を有しておりまして食材性です。ゴキブリ類では前肢と後肢がですね、形態的に明らかに異なっていて、このように後肢甲殻部が発達しています。一方、シロアリ類では前肢と後肢が形態的によく似ています。それゆえ投資目と呼ばれていたんですけれども、このように後肢甲殻部は発達しません。またゴキブリ類とシロアリ類、これは共生微生物が異なっているんです。ゴキブリ類は細胞内共生細菌がメインなんですけれども、シロアリ類ではですね、基本的に細胞内共生細菌は存在していません。その代わり、よく発達した後腸の中に大量の原生生物や細菌がいて、木材の主成分であるセルロースの消化を助けているんです。これはヤマトシロアリなんですけれども、その消化管は後腸がこういうふうによく発達していまして、その中にはですね、多量の原生生物が共生していて、シロアリの木材の消化を助けているんです。しかし今ではシロアリ類はゴキブリ類の中の1系統でありまして、いわば社会性ゴキブリ類であると考えられています。皆さん、ゴキブリとシロアリをつなぐ、いわば生きた化石が存在する、そのことをご存知でしょうか。それがムカシシロアリです。ムカシシロアリというのはオーストラリア北部の亜熱帯地域に分布しています。非常に祖先的な形質を多く持ったシロアリで、本種だけでムカシシロアリ科を構成しています。例えばこのようにゴキブリの後肢甲殻部は発達しています。シロアリの後肢甲殻部は未発達です。ところが
ムカシロアリでは後視口角部が発達していて、ゴキブリの方にむしろ似ています。ゴキブリはこのように卵鞘に包まれた卵を産みます。一方ですね、シロアリは卵をこのようにバラバラに産みます。ところがムカシロアリっていうのはゴキブリの卵鞘のように分泌物で固めた卵塊を産むんですね。そしてムカシロアリはゴキブリのように脂肪体の中に共生細菌を保有する筋細胞を持っていまして、でその細胞内共生細菌は分子系統から見て明らかにゴキブリの細胞内共生細菌ブラタバクテリウムに属しているんです。おそらくシロアリ類、これは食材性および社会性に特殊化していく、その中で腸内微生物に依存するようになっていった、で細胞内共生細菌を失っていたと思われるんですけれども、昔シロアリではそれがなぜか失われずに今でも保持されているというふうなものと思われます。これいろんな意味でですね、この昔シロアリっていうのはゴキブリとシロアリをつなぐ、いわば生きた化石のような非常に貴重で興味深い存在と言えるでしょう。それではですね、このようなゴキブリの細胞内共生細菌、これは宿主のためにどのような機能を果たしているんでしょうか。これまでに茶羽ゴキブリはじめさまざまなゴキブリ類について細胞内共生細菌ブラタバクテリウムの全ゲノム配列が決定されています。ゲノムの大きさは60万塩基対程度、550遺伝子ほどです。で、自由生活性の大腸菌と比べると7分の1程度に縮小しています。共生進化の過程で多くの遺伝子を失って、もはや一人では生きられず培養もできない、共生のために特化しているものと思われます。それではですね、どのような遺伝子が失われずに残っているんでしょうか。まず必須アミノ酸合成系の遺伝子を多く保持していることから、必須アミノ酸を供給するという機能が予想されます。また尿素サイクルの遺伝子群および尿素分解酵素遺伝子を保持することから、窒素リサイクリング機能を有するんじゃないかと予想されます。しかし多くのゴキブリ類、これ雑食性なんですね。したがって特定の栄養素が不足するみたいなことがどれだけ起こりるのか、これもよく分かっていないんです。でそもそもゲノム情報は先行しているんですけれども、実証的な研究というのは乏しくて、ゴキブリ細胞内共生細菌の機能の理解にはさらなる研究が必要です。今回ですね、ゴキブリ類の多様性、細胞内共生細菌ブラタバクテリウムとの共進化、ゴキブリとシロアリの関係、昔シロアリとは、あと細胞内共生細菌のゲノムと機能についてご紹介しました。一般的にはですね、ゴキブリって嫌われ者です。なんですけれども、生物学的にも進化学的にもとても面白い昆虫のグループだってことをご理解いただければというふうに思います。ゴキブリ類の筋細胞や共生細菌についてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。